Girolitis in their early stages of their career. ああ、サンプラスらしい。そうですね。フライングスマッシュ。はい。本当に有名ですね。ジャンピングじゃなくてフライングなんですね。フライングですね。ああ、このリターンがレンドルの魅力です。そうですね。サンプラスのサーブも悪くないんですけどね、見事にリズムが合ってるというか、うん、やっぱりグリップがちょっと違和感があったんでしょう。トレーナーのグリップなどを立ちたら、かなりデリケートなものですね。そうですね。親指の今、関節ぐらいのところでしたから、曲がらないとやっぱり力が入らないですよね。うわ、入ってます。サンプラスも、アウトです。You know what Chatro would like to do, Fred? He wants to go back to the days when the players had to keep both feet or at least one foot on the ground. Not able to not let them leave the ground. 2月ですよね。はいはい。So the feet still stayed behind, but Arthur also jumped. And brilliant shot. Oh yeah. Now, of course, they all jump. Yeah, they all jump. It certainly would take the advantage or the huge advantage of the serve. よっぽど速かったんですね。そうですね。それとドロップが大きかったかですね。はい。このサービスラインの、そうですよね。そうですよね。そんなベースライン近くではない。どこに打つか。レンドル第2セットの第7ゲームブレイクバックに成功して US オープンは、3回優勝、ランナーアップは実に5回というイヴァン・レンドルですが、どうですか、はい、イヴァン・レンドルは1982年に23大会に出場して15勝を挙げたということがあります。そうですね。まあ、で3位ということなんですね。ロッド・レーバー。ケイヒル won last week in San Francisco. Of Australia. Mike.Actually, Lenglet won 10 out of the last 11 points because he's won his last service game to Love. And, やっぱりあのボレーが増えてですと、どうしても先に山かけて、そこの場所で完璧なボレーをした。レンドルはここはつけ込むチャンスです。いや、こういうところ逃さないのがさすがにトッププレイヤーですよね。これでダブルのブレイクポイントです。To the number one seed, Ivan Lendl, as he tries to get back even here. Break point again. Just shows you how tough he is off the ground. Lendl, when he gets that short ball, goes in behind Sampras. スピンをかけました。そうですね。このショットこそリプレイで見たいというショットです。まずこのサービスも崩したんですがね。あそこまで崩せば。うわネットギリギリ、ラインもギリギリ、前へ振ってないんですね、外へ振ってんですね。ああ、そうですね、ラケットをね、はい、おガッツポーズが出てます。カメラも家撮ってます。うん、第9ゲームをブレイクしたレンドル、フォアのウィナーの数です。9本になりました。第10ゲームはレンドルにとって、第2セットのサービングフォーセットゲームです。アプローチ、枯れます。Taking a seat. アウトです。
On the line. On the line and Sampras. セットポイントを一回しのぎましたサンプラス。いやー面白いラリーでしたね、はい、今のは。ってこのパスをよく取りましたけど読まれましたね、うん、読まれてサンプラスコードボールにもとこの次のフォアボレーは狙ったのかコードボールになったから余計に、うん、8年間連続で実は決勝に進出していたんですよ ね、 はい、で90年はというとコロビートサンプラスと、クォーターファイナルで対戦してサンプラスが勝ちました。面白いラリーですね。いやー、はい、きます。見事なラリーでしたね。今のリプレイです。センターにまずいいサーブ完全に崩してジャンピングスマッシュ、いやー面白い。エースを奪うまでちょっとやっぱり当てただけでしたからね。そうですね。おレンドルのサービスゲーム。連続してブレイクに成功したんですね。あのブレイクをされたゲームくらいから何かこう集中力を欠いて、入ってるんですね。登れよ。どうした？ですね。はい。お互いにしかしワイドに振られても返していくこのリストの強さ。そうですね。すごいですね。クレーコートの場合とこのカーペットの場合とであの右に走らされた場合の返球が一番違いますよね。今のは山が当たりました。はい、でもダメでした。サンプラス、The youngster, the defending champion。 長いにサービスゲームのキープが続いている第3セット、またデュースもないですね。そうですね。レンドルのサーブがブレイクされるときに2本連続でダブルって落としましたよね。そうですね。レンドルはブロークンフォーティーファーストサーブです。そうですね。サービスゲームとロブでアンリールドオフ14オフ18ポイントサンプラスはノットリカバーシンスデン。この辺はGame point for him. これは間に合いませんでした。フラット系のサーブをフルサーブで打ってますね。アングルをつけたサンプラス。対策に振ります。これもワイドに振ります。ショックスが追いついて、アスペクトに向かってますね。そうですね。by Lendl, good net coverage.By Sampras, Sampras wins the point. Point Sampras, number 15. Well, we've had a lot of brilliant play like this throughout.
これはサンプラスにとっては気持ちのいいファーストポイントですね。そうですね。ブレイクバックするにはね。はい。あー抜いた。バックハンドのパッシングショット、イワン・レントル。Sampras trying to become the first American to win a title on the ITU. Sampras does the right thing in this point, Cliff. He's all over the court before he gets into the net, but the precision of this passing shot. コートボールはサンプラスのコートに落ちました。He got there in time, but he was...Just out of position for the passing shot. セットポイントです。レンドル。レンドルにウィズラックがありました。サンプラスの方にイージーエラーが出ちゃったなという印象ですよね。そうですね。今のはいいバックハンドダウンザラインですけども、はい、こういうのが決まってくるとまた気持ちがこう持ち上がってくるんですね。そうですね。セットの第一ゲームです、はい、落ち込んできた時これは去年のチャンピオン繰り返し思えばレンドル hit a serve down there that was way out and he took the point so Sampras not going to give him any more またラインにまたコースをダウンザラインにつけていますですね、サンプラスこれアプローチ読んでましたがこのあとロブアウト、うん、お難しいボレーをしましたね今のは、はい、これをクロスへ行ったのを持っていくんですよね、打たなきゃいけないと思ったんでしょうね。コートボール。おお、どうしてそういうことになったんでしょう。フォアに山かけたですか。でしょうかね。思えないですよね。フォアにかけてますね。珍しいシーンです。完全に逆ハイバックエンドに敗れています。あのベイビーフェイスなんでちょっと年齢がね、若く見えますよね。そうですね。And one thing you can say about Ivan Lendl, he surrounds himself with the best people. He wants to give himself the best possible chance to stay in that number one position. He's not comfortable there. Jabs that volley, but he covers this next one on the forehand. That's a little bit of a challenge. See the Lendl, but なかなかいいところですよね、そこが。Lendl の。鉄人ではないです。全てが完璧で出ていきますから、そういった意味では成功率は非常に高くなると思いますね、うん、先に2セットを取られたサンプラスは、まあ、ギャンブルという面も含めて、はい、もう少し無理にでもネットアプローチは増えてきそうな感じですね。そうですね。でも発信ショットが上手いですね。 It's Pete Sampras who led going into the final. Sampras led. 気に入らなかったんですかね。第2セットは第4ゲーム、第7ゲーム、第9ゲームがブレイク、第3セットは第7ゲームがブレイクゲームでした。第4セットはどうでしょうね。スマッシュ、おー、連続して第3セットの立ち上がりにあったぐらいですね。あー、そうですか。入ってます。
いいボールになりましたね、はい、ちょっと振り遅れ気味に入ったのが余計にいいところ行きましたね、フルサートが入りました。行きました。第7ゲームのサービスゲームです。あ、すごいリターンが返ってきました。Good shot from Sampras on the volley, 15-30. What is it that Mary Carillo always says, Fred, when the situation like this arises, something like, this is where Fred Stolle was. 丁寧でしたね。そうですね。ボレーさせようっていうのを、このパスってのは難しいんですよね。どうしても慌てますからね。Great volley from Sampras. Back even in this game, 30-32. This is Sampras. 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 This is s a m p11回というのはボルグ、それからロッドレーバーさん、ビル・チルデン、この辺と並んでいますね。でこれより上っていうとロイ・エマーソンさんが12回なんですが、はい、あのロイ・エマーソンさんというのはどういうプレイヤーだったんでしょうか。ですね、これも筋肉マンみたいな人ですね。全身、まあ、筋肉っていうか非常に優れたスラム、全試合を出ながら全部勝っていくという、まあ、超人的な人だったんですね。この、 あの解説現地でやったの、はい、ストーレーさんと、スピードを落としてきました。サンプラス、アウトです。イヴァン・レンドルは86年のチャンピオンです。Lendl wants a call on the baseline. Show が9月9日 US Open. アラシを破ったピトサンプラスです。今のはどうですか。First game, fifth set for the title. Lendl down the line. これはまず入るんですよね。そうですね。あそこでちょっと足を滑らせましたね。ゲームポイント。スライスでかなりスピードを落としたボールでしたね。これは短い。3回目のデュースです。
回転をかけて、入れてるという気がしますね。いいアプローチですね。Down the line of the backhand side, outstanding crossing shot from. レンドルのパスがやっぱり立派でしたね。針の穴を通しましたね。今はあそこしかないですよね。これをクロスへ持っていくっていうのはもうしんどいですね。そうですね。Down the line again. Lendl holds on one serve, fifth set, two games to one. ちょっと回転がかかりすぎてるのか、コースがちょっと。おー、リターン。Big return from Lendl as he saw Sampras's feet in the air as he makes contact with the ball. 15-30 です。会心のサーブなんですけどね。ずっとこう。エンドルはどうするでしょう。ハードヒット。違いましたね。前に出てくるんでしょうか。これサンプラスが前に出ます。And the break is served for Lendl. Three games to one. Fifth set. Lendl break. $135,000 to the winner of this match. Three games to one.レンドルのワンブレイクアップとかありました。さあ今の最後のポイントです。サンプラスとしては完璧な体勢ですね。そうですよね。ここでなんかボレーを迷ってますね。ドロップボレーにしようか、パチッとドロップボレーですね。これは狙ったのは普通に打とうと思って、打ってたら普通に帰ってエースになってたと思うんですけども、ちょっと中途半端でしたね。今のゲームはレンドルのいいリターンから始まって、そしてサンプラスが、ボレーと、そして2本のボレーですね、ハイボレーと沈めようとしたボレーで2本うまくいかなかった。はい、これでまた感覚的にはいいです。ゲームポイントです。レンドル。レンドル。Oh, what a shot! Half volley down the line. Yeah, snap of the wrist. 今のはだいぶもう打点は後方だったような気もするんです。ギリギリいっぱいなくベースラインをオンザラインぐらいに来てるんですよね。Down 4-1 in the fifth.He knew exactly where Lendl was going on that cross. クロスに足の長いボレーです。サンプラス。15-30。このフォアボレーは見事ですね。完璧に、完璧なリズム感ですね。はい。アドバンテージ、サンプラス。心地よくなってくるのかもしれませんね、レンドルぐらいになりますと。ああ、なるほどね。
Cross court for the winner. Haven't seen enough of those for his liking anyway from Pete Sampras today. ブロックした後ステイして、そうですね、あ、十分中入ってますね。13-15 です。そしてからのファールウィナーを見ていますが、このピート・サンプラスをはじめこれからの若手がね、アメリカの選手が台頭してくるという時代をこれから迎えるわけですが、はい、立ちはだかっていたというプレーですよね。そうですね。Lendl was down 3-11, 40-15 last night to Brad Gilbert. He's up now 5. この第7ゲームは一つキープ。アウトです。そうですね、でもその18の時ですからね。 It's good. 18の時に追いつかれて、追いつかれてまだなおかつファイナルセットを取れるというのは、はい、やっぱりただもんじゃないですね。サーブになるとサンプラスはもらえたりするでしょう。少し動かしましたね、しかし、これは見事な、はい、初めのポイントを取りましたレンドル。Yeah, neither one of the boys shows any sign of fatigue. You've got to be in shape to play. Pete Sampras has also been working out a lot these last few months. Down in Bradenton, Florida. With Pat Echeverry. これで気持ちは楽になりますね。やっぱりこのサービスエースを狙ってたんですね、はい、まあアグレッシブにいこうと、そうですね、いうのが見えますね、守りに入らないと、US オープンのリベンジをという、そうですね、うわー出てきました。What a relief. さすが200戦連磨ですね。そうですね、付け入る隙を与えませんね。183キロのサービスです。トリプルのチャンピオンシップポイント、イヴァン・レンドル。最後もエース。ファイナルセットは6-3です。第1セット7-5サンプラス、第2第3セットは6-4でレンドル、第4セット6-3サンプラス、そしてファイナルセットは6-3でイヴァン・レンドルが取りました。セットカウントは3-2、イヴァン・レンドルが91年度 US プロインドアテニスチャンピオンシップスのウィナーとなりました。たくさん出したラケットを今かざしているところですね。いや、しかしこのサービングフォーチャンピオンシップスはレンドルのサービスが素晴らしかったですね。そうですね、3本エースを取りましたね。結局レンドルのサービスエースは23本、いかなくなりましたよね、これがちょっともったいないなと。そう、うまくいってる作戦はもっと続けるべきじゃないかというしたんですけどね。でも拮抗してます、この勝負は。そうですね、本当にわからない勝負だと思いますね、もう少しこの2人の年齢が近かったら、名勝負を数多く見られたのかなという気もしますよね。そうですね、サンプラスがちょうど台頭してきたこれ19歳 でレンドルはもうこの時点で30歳でしたからね、はい、入れ替わりの時期になってしまいましたからね、まあ、それにしてもサンプラスはやはりもうこの10代にして非凡なものを見せているし、はい、レンドルのこのフットワークと筋肉の素晴らしさ、はい、これは今日面白いゲームだったですよね。そうですね、まあ、ちょうどこの入れ替わってサンプラスがナンバーワン引き継ぐわけですから、この両者の対戦はやっぱり印象深いものがありますね。そうですね、
この時間は1991年2月17日日曜日に行われました US プロインドアテニスチャンピオンシップス第1シードのイワン・レンドルと第2シードピート・サンプラスのファイナルをご覧いただきました。解説は元デビスカップ監督の